えー、お疲れ様です。いつも「隠居 TV」をご覧いただきましてありがとうございます。えー、この番組はですね、隠居している私がね、もう隠居が10年目なんですけども、<laughs> あのやっぱり隠居の世界から、なんとなくインターネットを通じて世の中を見てみようっていう、まあ、そんな趣旨なんですけども、昨今、私の興味を引くのが創価学会なんですよね。えー、特に創価学会がなんでね公明党なんていう 国政政党を支持しているのか、全く理解に苦しむところがあったんですけども、まあ、いよいよ、その、創価学会の中でも、公明党はダメだぞっていう人が出てきてくださったということで、私もね、お創価学会ええやないか、と。さすが神の組織だな、と思っているところなんですけども、さあ、その公明党に、まあ、物申す、創価学会の政治部というものがあるそうなんですけども、政治部って本当にあるのかな、と。 今更ですねこの創価学会の組織図機構というものに興味を持ちまして公式のサイトの方をペラッと見てみたわけなんですよねでこのように書かれております創価学会の基本組織としては東京の創価学会本部のもと北海道から沖縄まで全国13の方面がありさらに各都道府県の組織が構成されているということでさすが日本最大のもしくは最大級の まあ、宗教組織だなというところなんですけども、もちろんね、私の住まいの近所と言いますかね、あの、本当に2軒3軒隣にも、総価学会の家族の方がいらっしゃって、まあ、とてもね、地域に対して、えー、友好的で、そしてチャーミングで、ユニークな、まあ、そんなね、暮らしを見せてくれております。で、私も個人的にすごくね、信頼してる方が総価学会の中にいらっしゃって、ああ、話しやすいなーと。 いいな素敵だなと思ってるところがあるんですけどもだからこそ思うんですよなんで選挙の時に公明党をお願いしますってどの口が言えるんだといつもと違うじゃないか公明党がどんなにひどいことをしているのかあなたは知らないんですかと言いたくなるようなっていうかたまに言っちゃうんですけどねまあそんなところなんですよまあ特にね昨今沖縄の基地建設の件とかそれから武器輸出三原則とかねねじ曲げて 自民党なんかに乗っかってですね、まあ与党としての立場がそこまで欲しいのかと思っちゃいますけども、自民党によいしょして、結局日本国内で作った武器を海外に売りさばいてそれで儲けていこうっていうところに同調しているのが公明党、そして引いては創価学会というふうな図に見えるわけですよ。一体これどうなってるんだとね、机を叩きたいぐらいの気持ちがするわけなんですけども、さあ、そこはね、ちょっと置いといてね、あと消費税10%。 いい加減にしろと。ね。創価学会がいながら、なんで公明党が消費税を上げることに協力するような形になるんだと。消費税は悪だって言ってたのはどこなんだと。ね。創価学会の皆さん、ね、武,器武器が海外に輸出できるようになって、戦争の火種が絶えない、そんな、この日本になって嬉しいですか消費税が10%以上にこれからも値上がりすることを考えると、ワクワクしますかどうですか創価学会の皆さん。 多分、嫌でしょ嫌でしょ嫌ですよねだったら公明党を応援しますなんて言っちゃダメだし、公明党を応援しちゃダメですよ。公明党を解体しないと。まあ、ちょっと私の感情がちょっと長くなりますんで、この辺にしておきましょう。はい。組織機構の方にホームページの方をね、気持ちを変えていこうと思いますけども、ぐーっと下の方に行きます。こういうふうな組織図があるんですよ。創価学会の会長っていうのがね、えー、ここにいらっしゃって、優位が独尊の組織を作っております。もう会長をいさめる、そんな組織はないんではないかなと。 しかし、最高指導会議ってのがありまして、おそらく、ここと相談しながら会長が声明を出す、決断をするってことなのかなと思いますので、一定の抑制の期間はあるのかなと思いますね。まあ、その下に、参議会というものがあったりね、なんか参議院みたいですけども、で、理事長っていうのがあったり、副会長、主任副会長があって、副会長組織があって、総務会というものがあると、非常にシンプルに、 こののトップ組織ってていうのが作られてますねでそこから伸びるのが1本の足総務会から幹事責任役委員会師範会議官政審査会はい中央審議会 <laughs> ちょっとね私もね言い慣れない漢字が並んでるんで戸惑いますけどもでそこから下に伸びていくのが中央会議常任中央会議、えー、中央社会協議会平和推進協議会 ここが本当に機能してるんかなと思っちゃいますけどね。その下です。はい。青年部、女性部、総年部、教学部、文化本部、社会本部、地域本部、教育本部、国際本部、政治部、あれない。政治部ないじゃん。どうなってんの政治部っていうのを池田対策会長から直々に言われて作ったのが、 アワタスンさんだったはずなんですけども、政治部がない。どういうことなんでしょうか。はい。まあいいでしょう。進めていきましょう。方面庁、方面参事、方面運営会議、方面社会協議会、県庁、県審査会、県運営会議、文献、県本部、支部、地区、ブロック。こんな形になってるんですね。で、男子部があって、学生部があって、未来部があると。 男子部があって女性部がないってのはどういうことですかね男尊女卑組織ってことですかこれは男性は選抜されるけども女性は選抜しないよっていうねまあそんな意思が強固にうかがえるこの組織図となっておりますさあそれぞれの役割がこのように書いてますけどもどうなんでしょうか、えー、平和推進協議会ちょっとここだけ取り上げてみましょう平和運動の推進に関する事項及び平和国際問題についての見解を協議決定する その結果、武器輸出法案に賛成ということですね。とんでもない組織ですね、今回、やっぱりね。うん、創価学会。やっぱり今の公明党を支持している限り、認めるわけにはいかないですね。創価学会は、戦争を賛美する悪の組織というふうに、今回は示させていただこうかなと思います。しかし、そうであってはならないというね、動きもありますので、私は、 そういう方が支える総価学会に出会いたいと思っております。総価学会の皆さんも戦争は嫌だと思います。消費税も嫌だと思います。沖縄の問題も放置しておいてはいけないと思ってるはずです。それとは真逆な政治政党、それが公明党。ね。公明党を支持してはなりませんよ。ということで今回は以上です。ありがとうございました。